ただいま戻ってます。ただいま戻ってます。ただいま戻ってます。やります。続きやります。腰痛くならないようにさ、あれ引いてんだけど。いいね。ちょうどいい。ニトリでさ、買ったさ、適当な椅子なんだよね、今座ってんのは。だからマジで腰痛めたらもう大変。どこどこ、今敵に出会った気する。痛い。こっちですね。どうすればいいんだ？ギャングどうやって見つけんですか？なんとかパークのとこ行ってみっか。あれ絶対ホワイトなんとかだと思う。伊藤残念だったな、てめえ。あー、いた。いや、これでもねえな。そろそろさ、あれ連れてこいよ。なんか変なボスみたいな。どこ行けばいいんですか？だってこれどんなに倒しても意味ねえよ。
よ。とりあえずさ、河川敷の方行ってさ、情報集められないのかな。マジで意味ないみたいだな。街に出ればまだギャングどもがいるはずだ。奴らのアジトにハルカがいるかもしれん。俺は署で早く署行けっバカ野郎、お前。どこ行ってもだって変なあれいねえんだもん。あとまだ行ってないところ。やっぱさ、あそこの通り、一回さ、ブルーか赤かなんか倒した時に行ったさ、あそこの公園にもう一度行ってさ、なんか、走りすぎました。ホワイトたちと戦うのがめんどくさい。邪魔なんだよ。おお、これ赤のギャングやん。久々に赤のギャング見た。ムカつくな。いや、本当に久々に赤のギャングを見た。どこでしたっけ？通り過ぎてました。倒したの私赤のギャングだった気すんだけどな。おい、サブストーリー始まっちまった。
劇場版前広場行き、こうどっかでやばくなりそうだな。サブストーリー始まっちゃいました。タッチ去りたいね。なんかすげえ経験値もらったんだけど。公園どこにある？第三公園行くか。ちょっと前、その前に。コンビニ寄って。回復系を買いましょう。よし。ちょっと公園に行ってみるのが正解な気がする。ラブストーリー始まった。確か今ウイスキー持ってんだよな。
そういう、そこら辺にいるやつらに喧嘩売ってこようかな。こういう時に限ってあのギャングがいないんだから。敵にが敵に当たって死んだっつったらいいか。この辺一周すれば大丈夫だ。日本酒がない。
それはどうでもいい情報かった。もうそろそろさ、本題入らせてくれよ。どこにいんだ、お前たちのリーダー。もう探すのはめんどくせえよ。出てこいよ。すごい顔が熱い。もうそろそろ待ちきれないっていうか、早くしてくれ、ボスっていうかリーダーを出してくれよ。もう雑魚を狩るのがめんどくさくなってきたよ。マジでどこにいんの？サブストーリー始まっちゃった。ストーリー終わりました。ラッシュの方がいい。今ので経験値2000なんだ。不思議だわ。私いつの間にこんなとこ来てたの？だるいことさせんな。ちょっと待ってくれ。そろそろだるい。あれしよう。ググっちゃおう。
ね。確かに。タクシー使いましょう。めんどくさいんで。かといってあれだよな。タクシー使う方がいいか。全然知らないんで話しかけないでください。やめてください。ちげえわ。暑い。これか。はあ、やっとリーダー見つけました。ボス。てめえがぶっ殺されんだよ。ちょっと待って待って、人多すぎって。人多すぎだって思う。あ、やっと1枚殺した。おっさん全然 HP 減らんじゃん。痛い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 。殴んじゃねえぞ、マジ決めは。あれ、な、ちょっと待って。
さやめろっておっさん。あ、ちょっと待って。ギャング倒した。はるかを倒した。どこにいた？知りません。俺はブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ。赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。どこにいる？劇場前の広場に。デボラっていうクラブが、そこが奴らの。たまりません。覚えておいてください、皆さん。覚えておいてください。劇場前広場に行きます。ちょっと待って、その前にね。コンビニで買わないと。いらっしゃいませ。高いけど買うしかないんすよ。痛え、なんかメガネが痛い。当たって。コンタクトにしないといけないんだけどね、めんどくさくてずっとやってない。めんどくさいんで話しかけないでください。ここまで来るのにどんだけかかったと思ってんだ。お前らをボコボコにして大変だったんだぞ。こっちはここからストーリー始まっちゃうから、ごめんよ。
やっちまうぜ。皆殺しだ。お前が兄貴じゃねえの。あ、兄弟なんだ。かわいい。あ、結構めんどくさいぞ。これ買っといてよかった。スタンガン持っているやついるから、それがだるい。デブ狙った方がいいな。お前の食らうわけねえだろうか、マジで。遅すぎ。ねえ、このクソデブがうざい。こいつの下げる能力高すぎだろ。こいつ邪魔。マジ邪魔くせえよ。お前なんで首折られた後にすぐ動けんで、意味わかんねえだろ。それが不思議だわ。あー、邪魔すぎる。あー、居場所変わってるし、すげえ。
すぎてしょうがないんだけど。あ、うざい。あ、もううざい、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 普通にうざい、お前。まともに食らったらやべえんだよな。なんで今の食らうんだよ。弟の方はすぐ倒せんだよ。今削っときたいのはね、お兄さんの方なんだよ。なんで避けられないのそれ。うざすぎっしょ。はあ、なんでお前それ連チャンで食らうんだ。やっぱラッシュだな。はあ、なんでこう攻撃効かねえんだ。意味わかんねえんだけど。ああ、うぜえうぜえ、邪魔だよごめん、ほんと。ここで一旦休んで、マジうぜんだけどこいつ。あー、うぜ。もういいや、これ今回負けるよ普通に。うざいんだけどこいつ。あ、マジうぜんだけど普通に。どっち倒すべきなんだ。先に爆破しとくのどっちだろう。
こいつのこと。いっぱい寝ろ。で、周りのザコどもも残しといて。うぜえな、春日よ。こいつだけど。ちょっと待って、このスタンガン持ってるやつだけ先にぶっ殺せ。どれだ。てめえ人の後ろに隠れんじゃねえぞ。てめえ邪魔なんだお前がよ。てめえ邪魔だよ石田。てめえお前殺すぞ本当。邪魔だなお前。死ねえよお前。邪魔だよ、てめえ。じゃあお前
吉田てめえ当てたらぶち殺すかな。倒しましたって。こんな形して死んだも同じだぞ。ハルカはどこにいた。Thank you.
ここら辺で終わりにするか。ここからちょっと長そうだし。結構疲れてます。この後エピックスで丸か。それか、水盆にでも入ろうかな、今日は。腰が痛い。よし。つまらなそうなので、あれにします。普通に一人でソロランやります。久々だよ、こんな生配信してんの。じゃあ配信切り替えるんで、また会いましょう。